choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there.20世紀末から人類はいくつもの危機に直面した。環境破壊、疫病の流行、富の集中による経済の格差と激しさを増す思想、宗教、国家間の対立。人類はそれらを乗り越えることに成功した。中でも最も誇るべきは、人類全体が争う世界大戦を20世紀以来200年以上にわたって回避してきたことだった。人類同士が争った時代を忘れない、二度と再び争わないという誓いを込め、世界各地で式典が行われた。かつての戦争遺物の復元、極東で選ばれたのは、そして鎮魂。船は再び永遠の眠りにつくはずだった。だが前世紀の末、人類はかつてない試練に見舞われた。地球外知的生命体との初めての接触が人類を絶滅の淵に立たせることになった。しかしそれは人類が次の時代を迎えるきっかけでもあった。人類を救うべく未知の宇宙へと旅立った船、宇宙戦艦ヤマト。そのヤマトが開いた歴史の新たな1ページとは。地球人類が早くから異星人の存在に気づいていたことは確かだと思います。大昔の UFO 騒ぎのことではありません。もっと疑いようのない物証が宇宙に進出して間もない我々を待ち受けていました。火星、人類が宇宙に築いた最初の植民地。この物体がいつ火星のどこに漂着したのか、全ての証拠が抹消された今は確認する術がない。しかし火星で作られた船は地球のそれよりはるかに進んだ技術を有していました。火星政府が秘密裏に異星文明の残骸を入手したとする説は、当時の地球には笑い事で済まなかったでしょう。火星の自治権をめぐる争いは二度にわたる内惑星戦争へと発展する。地球での全面戦争を回避してきた人類の知恵と忍耐は、宇宙という新世界では発揮されなかった。国連は宇宙海軍を創設。地球の各地には避難用の地下都市建設が進められた。今にして思えば、内惑星戦争は予行演習だった、そんな風に言う人もいます。火星側が回収したとされる船は明らかに戦闘用のものでした。この宇宙に我々より進んだ文明を持ち、我々と同じように争うことを知っている異星人が存在する。火星の反乱を利用して地球は来るべき悪夢に備えようとしていたのではないかと。火星側の敗北に終わった内惑星戦争より十数年、悪夢は現実になった。太陽系に侵入した異星人ガミラスの艦隊に対して、国連宇宙防衛委員会は侵略の意図があると判定。両軍は冥王星軌道で遭遇し、攻撃
したまえ沖田君。人類初の異星文明との接触だぞ。請求に過ぎる。これ以上話しても拉致が開かないようだな。沖田君、軍務局長の権限で君を解任する。異星人の反撃に地球艦隊はその8割を喪失する結果となった。相手に先に手を出させ、大義名分を得てから侵略を開始するというのが当時のガミラスのやり方でした。地球軍はまんまとはめられた格好ですが、真実が公表されたのは随分経ってからのことです。異星人は冥王星に拠点を置き、地球への侵攻を開始した。人類は火星を絶対防衛線とし、再編した艦隊戦力をもって大規模な反攻作戦を開始したが、当初それは異星人とは関係のない、たまさか続発した隕石の落下であると説明された。日本に最初の有性爆弾が落ちた時点で、軍はこれが異星人による攻撃だと分かっていました。しかしそれを公表すれば、異星人との圧倒的な科学力の差を認めざるを得なくなる。パニックを誘発する情報の発表は見送られたのでしょうが、有性爆弾の攻撃に勢いを得て異星人は地球圏に侵攻。国連宇宙海軍は残る艦隊戦力全てを投入し、火星沖で決戦を挑むこととなった。戦士に名高い第二次火星沖海戦。作戦の指揮を取ったのは、皮肉にも最初の遭遇時に攻撃命令を拒絶し更迭された沖田中将。敵前での回答は、地球製の機関では連射不可能だった新装備ショックカノンの充填時間を稼ぐためのものだった。この時、霧島で蓬莱町として手法の引き金を引いたのは古代守、後に宇宙駆逐艦雪風の艦長を務める人物だった。古代守とは大学時代からの友人でした。卒業してそのまま宇宙軍に入るのか。ああ、お前は。俺は軍には向かない人間だ。だがそんな自分にも何かできることはあるんじゃないか、そう思ってる。お前ならできる。俺には逆立ちしたってできないことでも、お前にはな。人数式だな、俺たちは。ん？道は違ってもこの世界を守りたい、その気持ちは同じってことさ。ああ。第二次火星沖海戦は戦術的な勝利でしかなく、戦略的には地球は負け続けていた。あの頃、軍もようやく有性爆弾が異星人の攻撃であることを認めました。火星沖海戦の敗退で異星人は地球への攻撃を有性爆弾に切り替えたと。反撃しようにも艦隊戦力は壊滅状態、
油性爆弾は地下都市をも侵し始め、人類はさらに地下深くへと追いやられていった。異星人は地球そのものの環境を変え、人類の生存を不可能にしようとしていたのです。このままでは地球で人類が生き続けることは不可能になる。残された時間はわずか1年。絶滅の危機が迫る人類に救いの手を差し伸べたのはガミラスとは異なる星の住人だった。私はイスカンダルのスターシャ。あなた方の地球は今まさにガミラスの手で滅亡の淵に立たされています。私たちの星には汚染を浄化し惑星を再生させることができるシステムがあります。私はあなたたちが未知の苦難を克服しこのイスカンダルへ来ることを信じています。私はイスカンダルのスターシャ。イスカンダルは地球から16万8000光年の彼方、大マゼラン銀河に位置しています。往復33万6000光年。我々は沈没船に偽装して建造を進めていた地球脱出用の移民船をイスカンダルとの王冠用として改造、次元波動エンジンを搭載した船を完成させました。それが、そうだ、ヤマトだ、宇宙戦艦ヤマトだ。バツビオ、ヤマト発進。バツビオ、ヤマト発進します。ショック可能。エンジンからエネルギー電導を割る。測定器よし。自動追尾始め。自動追尾よし。照準合わせ。誤差修正マイナス1コンマ3。照準よし。牛笠を始め。ヤマト、健在なり。ヤマトの戦術長として手法の引き金を引いたのが古代進む、古代守るの弟です。奥田さん、僕は逃げません。古代、雪風は戦線にとどまり霧島鉄隊を援護します。ヤマトの戦術長に予定されていたのは古代守るだった。だが彼はヤマトの完成直前、ガミラス冥王星基地攻略作戦、通称メゴー作戦で消息を絶った。古代守るは作戦の本当の目的を知りませんでした。あれか。メゴー作戦の真の目的は陽動にあった。ヤマトの波動エンジン起動に必要なキー、波動コアがイスカンダルから運ばれてくるのをガミラスの目からそらすために。提督にお聞きしたいことがあります。ちょっと、メゴー作戦が陽動だったというのは本当ですか？そのことを兄たちは知らされていたんですか？古代守るは男だった、立派な男だった。だがその彼を死に追いやってしまったのはこの私だ。すまん。多くの人々と同じように彼もまた家族を戦災で失っていました。古代守るは彼にたった一人残された肉親でした。
あまたの犠牲と引き換えに人類の希望をヤマトはイスカンダルへと飛び立ちました。その希望を守るために私は波動エンジンから生成されるエネルギーを武器として利用することを思いついた。これが波動砲。すごい武器だよ。これさえあればガミラスと対等に、いやそれ以上に戦える。いや、我々はガミラスの基地さえ潰せればそれでよかったはずだ。しかし波動砲は大陸そのものを破壊してしまった。我々の目的は敵を殲滅することではない。ヤマトの武器はあくまで身を守るためのものだ。沖田の言葉通り、ヤマトから攻勢に出たのは冥王星基地に対してのみ。その後はガミラスの攻撃を退けることに終始した。ガミラスが何者でどんな姿をしているのか、当時の我々には知る術がありませんでした。にもかかわらず人道的な見地から自衛に徹してきたのですから、我々の自己満足でしかないという評価も外れてはいないでしょう。ただ沖田艦長は火星沖での戦いからガミラスに人間と同種のメンタリティを嗅ぎ取っていた節があります。そしてそれは想像以上に正しかったのです。彼らは我々と同じ。協力しなければ脱出はありえない。ワープ中に異次元との結節点、次元の狭間へ落ちたヤマトは、同じように遭難していたガミラス艦からの接触を受けた。発射！異星人との直接対話は脱出のための共同作戦となった。あらゆるものには始まりと終わりがあります。一つの文明の発生から終焉まで仮に10万年と見積もっても、100億の時を数える宇宙では一瞬に過ぎない。一瞬が他の一瞬と出会う確率は極めて低い。しかしその確率を飛躍的に高める介入があったのです。地球人もガミラス人も、いや、おそらくはこの宇宙にいる全ての人型知的生命が古代アケリアス文明のまいた同じ遺伝情報を持つ種族だったのです。何のために、それは知るべくもありませんが、しかし我々はあまりにも不幸な形で出会ってしまった。彼女はあの次元空洞を抜け出すために協力し合った、いわば仲間ですよ。仲間？艦内にはガミラスに肉親を殺された人も大勢いるんです。その人たちの感情も考えるべきじゃないの？それは自分も同じです。兄さんは奴らと戦って戦死したんだ。俺だってガミラスが憎い。そういう感情の爆発から彼女を守るという意味もこの処置には含まれているのだが。そんなことをする人間はこの船にはいません。君の話はどうも論理性を欠いているね。人間性を欠いているよりはいいと思います。コンピューター人間、古代は私をそんな風に言っていたそうです。人間は常に矛盾を抱えています。だから論理に徹することで矛盾を超えていく。私はそんな風に考え、
自分も律してきました。しかしそれにはおのずと限界がある。あの後悔で私は身をもってそう学び、対して古代という男はどこまでもまっすぐで正直でした。論理より感情を大事にし、矛盾と向き合うことを恐れない。彼の兄と同じように、親友だっていうのに俺は俺は目合作戦が陽動だってことを、艦隊がおとりだったってことをあいつに告げられなかった。いよいよ明朝出撃だ、どれだけの船がたどり着けるかわからない。だが必ず冥王星を叩いてみせる。長いこと借りっぱなしだったな。やるよ。いや、お前に持っていてほしい。繰り返し読んでみたんだが、俺には詩の良さがわからない。正直なやつだな。陽動であることは極秘だった。親友に事実を告げる勇気もなく、ただ命令には忠実に。俺はそういう男だ。あなたからその事実を聞かされたとしても、兄は言ったでしょう。どんな状況でも、どんな理不尽な命令だったとしても、やると決めたらやり抜いちまう。兄はそういうやつだから。そうだな、そういうやつだ。古代、弟は立派にお前の後を継いでいるよ。サラダさん、俺は兄が詩を好きだったなんて知りませんでした。サラダさん、兄はどんなことに笑ったんですか？どんなことに悲しんだんですか？